グスクもしくは、スクとは、南西諸島のうち、沖縄地方領域である、奄美群島から、八重山諸島の沖縄湖とも呼ばれる地域にかけて、多数存在する、グスク時代の遺跡。本土の戦国時代の城とは異なり、戦いに備えた建築物とは限らず、館や廃所であったと考えられるものもあり、地域、時期により、形態や呼び方に違いがある。 宮山時代には、王や、アジの居城となっていた。ぐしく、グスクは、古くは具足の字が当てられており、その意味は、日本本土でいうところの、城に相当するものとされ、琉球でもグスクに、城の文字を当てているが、学説的には、本土のように、単に軍事拠点として作られたものとは、考えられていない。ただし、アマ軍等においては、グスクに相当するものは古くは森、 ラなどと呼ばれており、グスクと呼ばれるようになったのは、琉球による天見征服以降の構成であり、最初から軍事拠点であったとの指摘もなされている。他地方により、スク、シク、シク、ゴスコとなる場合もある。天見・琉球において、グスクと呼ばれるものには、両母の意義もあるとされる。グスクの起源には、様々な説がある。 沖縄本島以南では早くから望みの石垣が使われているが、その構築技術は極めて高く、マチュピチュの石像技術と比較されることもある。沖縄本島北部の一部や奄美群島では石垣を用いない土のグスクもある。また古いグスクには必ず、その中にうった木があるとも言われ、奄美群島では未調査のものが多いものの大半がその痕跡を確認できるという。 2000年12月2日以下に示したグスクの遺構のうち、泣き尋城跡、ザキミ城跡、カツレン城跡、中グスク城跡、首里城跡は、琉球王国のグスク及び関連遺産群を構成するグスクとして、世界遺産に登録された。泣き尋城、ザキミ城、カツレン城、中グスク城は、宮間時代から琉球王国成立期にかけて造営されたものであり、首里城は、 琉球統一王朝成立後、直しがその居所と統治期間を置くために築かれたグスクであった。これらのグスクの城壁は、主に産後石灰岩によって営まれていた。ありがとうございます。